3区は、いわゆるこの名護、はいはい、沖縄市、はいはい、それからうるま市とかね、うん、あと北部、うん、そして離島の方ですね。もうエリアが広くてね、はい、大変ですよ。すごい広いところで、うんうん、辺野古を内包しているところでございます、はい。まあ、そこではこのように、いわゆる最近は立憲共産党なんて言われてますけど、はい、まあね、別にあちら会話の人たちは自民党と公明党のことを自公と呼んでますので、別に私は立憲共産党と呼ばれても何の違和感もないんですが、うんうん、まあ、最近ちょっと話題になってるやらさん、はい、ね、なんかいろいろ問題ありました ね、やらかすかやらかしたかやらさんという方でございまして、やらかしてますよね、これ10月23日沖縄タイムズさん、うん、まあ、新基地反対と推進ということで、うん、まあ、こういった中でやっぱりね、オール沖縄共産党立憲の人たちっていうのは、うんうん、これに書いてるようになんかずれてるんですよね。そうですよね。沖縄支配の構造打破へと、うん、沖縄を支配してるのお前らだろうって私言ってる、ね、県知事もあれですしね、で あれですよね、県議会もあれですし、ね、だって国会議員もあれが多いじゃないですか。 あればっかりですよね。あればっかりで、沖縄を支配してるのはあなたたちでしょっていうのを私言いたいんですが、はい、もしかして辞めたいのかななんて思ったりもしたんですよね。はい、さて、それにね、強力なやっぱり後押しをしているのが、あら、どっかに見覚えがある、はい、孫氏、玉城デニー知事でございました。はい、これ実は工事前、はい、あ、工事前、工事前、はい、工事前に名護に現れた玉城デニー知事、あら、このようにね、やらさん、はい、あの堂々と選挙違反ね、もうこうして上り旗も立てて街頭演説、はい、うん、そして笑わせてくれるのがこの下、ここ現在これですね、なんだろう、はい、展示ブロックを、ね、塞いで堂々と止めている立憲共産党の車でございます。展示ブロックに止めてるじゃん、うん、まあ、このようなやっぱりね、あの事前運動っていうのはすごい彼ら頑張るんですよ。いや、ね、まさに無法地帯、うん、で政権交代、まずは政権交代させてくれということで、いやいやこれは違うだろうと、国民のために一生懸命やった結果として政権交代が来るんだったらいいんだけど、はい、まずは俺たちに政権交代をさせてくれっていうのはそれこそ、ね、独善的なことではないかと思っております。聞くまりが全然ないですね。まあ、この時に玉城デニー知事がこの、歩道の、ね、はい、展示ブロックを指摘した市民をデニー知事がカメラで撮影をした事件も起きておりました。あ、もうだからさ、いや本当にね、この人たちって県知事政治家というより活動家じゃねえかなですよ、ね、と思ったりもするんですよね。さて、対抗馬の愛子さん、はい、はい、愛子さんですね、元沖縄北方担当大臣、うん、はいはい、本当に爽やかな方で、うん、私もこの北方担当大臣やってる時にもお付き合いずっとあるんですけど、うんうん、とにかく聡明で有能な方、はい、ね、有能なんですよ。そう、この中央とのパイプも強いですよ、強いし、ね、この野に下った後も、うん、中央から、ね、役職を任せられて沖縄のために一生懸命やってきた、うん、そういった、ね、はい、仕事のできる方で、そう、この方は全然そういったインチキ臭いことは全くないですよ、はい、ないです。本当にクリーンな選挙をやってる方なんですよね、うん、はい、はい。そしてそんな中で事件も起きています。 あります。これひどいよ。3区の中で、はい、ちょっと元ちゃんアップしますよ、はい、ある公園でですね、うん、この公共掲示板に書かれて貼られていたポスターに、はい、やらさんに丸、愛子さんには×がつけられて、はい、顔まで塗りつぶされているんですよね、はい。まあ、当然これ警察が来て事件扱いとなってですね、はい、今捜査が進んでおります、はいはい。ところがその翌々日、うん、事件がまた起きました。これでございます。トン、これ同じ場所、はい、一度ねこのように、スプレーをかけられて、うん、あの警察に出してですね、両陣営ともこのポスターを貼り替えしたんですよ、うん、するとまた同じ色 のスプレーで、うん、この島地愛子さんには×、そして屋良さんには丸がつけられておりまして、はい、まあ、どこの陣営がやったかはまだ判明してはおりません、はい。まあ、陣営というか戦隊の人間ではないと思いますが、はい、まあ、どっちにしてもこのような卑劣なことをやるのは、ね、ちょっと良くないなと思いますけど、絶対どう思います。絶対こういう選挙違反をやったら
この候補者にも最悪な迷惑をかけてるっていうことですよね。そうなんですよね。両方ね、こんなしたら疑われますよ。はい、私もやっぱりそう思いますし、はい、まあ、このようなね、まあ、やり方っていうのは、まあ、どっちの、ね、支持者か分かりませんけど、うん、はい、やっぱり候補者にとってもやっぱり良くない。良くないです、これはね、はいはい、多分そろそろこれもですね、うん、ボギーテドコンがやった自作自演だって言って、うわ、左翼から多分叩かれるコールが出てくるんじゃないですかね。はい、まあ、こういったことが起きると必ずこれはボギーテドコンの自作自演にだって言ってね、うん、あ、犯人探しするのね、犯人探し、私がいつも犯人になるんですけど、はい、今回もそうなるんですかね。はい、はい、これあの前回の補選ですね、うん、はい、その時にこの屋良さんが7万7千票取っています、はい、そして島尻さんが5万9千票ということで、その差8千票なんですよ、うん、はい、そこに対して沖縄メディアはこのように判断しております、はい、自民党の島尻候補と立憲民主党の屋良候補が競り合う、互いに支持政党のほとんどを固めているが無党派層の7割に屋良氏が食い込んでいるという判断でございまして、はい、ね、無党派層の7割に食い込んでいるのに競り合ってるっていうのはちょっとおかしい、うんうん、ね、現状おかしいでしょ。おかしいですよ。メディア県民バカだと思ってるんじゃないかと私は思うんですよね。本当ですよね。独自の判断はこれです、はい、沖縄3区、立憲民主党の屋良候補が、自民党の島尻候補に対しかなり有利な戦いを進めています、うん、はい、選挙前屋良候補に秘書への給与返還要求という法令違反が取り沙汰されていますが、はい、なんと沖縄のメディアこの問題の本質を避けた報道を行って、うん、給料を全部払ったから問題ではないという形で沈静化に成功したということでございまして、まさにメディアを味方につけてるからこそできる技、ね、いやだからさ、これ逆だったら源ちゃん大変になってますよ。メディアがこんな偏った報道していいの、もう本当にメディアがね、沖縄ってメディアこういうふうに本当に偏ってるとしか思えない、うん、ね、だってこれ法令違反ですよ。最悪ですよ、はい、ね、あの給料の一部返せって言った要求をしたことを島尻さんが屋良さんに質問したら、うん、そんな建設的ではない質問をされるのは侵害だって言ってプイッてやっちゃったんですよ。うわ、ということはこれ後々大変な問題になる。もしこれ要求していれば、うん、屋良さんが当選したとしてももしかするとこれになる可能性、うん、しかしそれでもやはりメディアの力でですね、屋良さんがかなり有利に戦っています、うん、島尻さん本当に一生懸命頑張っていますけど、はい、まだね、あのここも頭一つまだ追いついていないということでございまして、はい、これ勝つにはやはり相当な追い込みをかけないといけない、うん、相手はメディアが味方、そして事前運動をかなり前からやってるっていうそういった強みがありますので ね、 そうですね、まあ、まさに公選法特区沖縄ならでの選挙となっております、はい、まあ、本当にこの沖縄の正常化を考えたときに、うん、ね、放送を見てあんやみあそうだねではなくて、うん、やっぱりこれじゃまずいっていう人たちは絶対にやっぱり投票に行ってほしいし、ね、忙しいんだったら事前あの期日前もあるんで、うん、はい、今もやってますよ期日前、ね、沖縄県民時給1500円なんて言われてブラブラね髪ぶら下げられてバカだと思われてるんですから、うん、こんな人たちにこんな、ね、こんな大嘘、ね、あの議席与えたらダメです。だから、うん、やはり自分がやっぱり住んでる地域の本当に皆さんのために仕事をしてくれる政治家に投票していただきたい、うん、本当です、ね、我々沖縄県民は決して票でもありませんよ、うん、はい、ね、本当にこんなバカにされてまで支持をし、うん、ね、きれいごとを並べ立て当選したら反吉三昧、うん、はい、反吉ファースト、もうそんな政治家を選ぶのはやめていただきたい、はい、本当ですというふうに思っております。ぜひあの自分の大切な一票ちゃんと皆さんが履行していただいて沖縄県のため日本国のために力を合わせてください。ぜひよろしくお願いします。ボギちゃんありがとうございました、はい、ありがとうございました。